今ねメーターの方にねナビ表記が出てます。こんな黄色でね左に曲がれという矢印が出てますね。ほらナビの方と連動しております。ブレーキホールドシステムほら今ブレーキを外した状態でも止まってるんですよね。止まってる。ちょっとね今ここ下り坂なんですが、これを押してるとね、ブレーキ踏まなくていいんで楽ですよね。シンプル。おお、シンプル。これねフィットが出てくるんですよね。NBOX がねホンダでは売れてるんですが、やはりね K なんですよね。やっぱりねこのフィットクラスになるとその差がねやっぱ歴然としてきますよね。はい、というわけでやってまいりました。今日はですねこちらフィットのねクロスターを、借りています。エブリーゴーというねホンダのシェアカーで借りてるんですが、今日はねこれで今からそのシェアカーまでナビを入れて、運転してみようと思います。これねクロスターねしばらくね今乗ったんですけど、結構ね乗り味がねふわふわしてねいいなと。30ミリほど高いんですよね普通のフィットとね。なので少々のね段差とか結構ね信頼してグッとね突っ込んでいけるような感じがして、結構いいなと思いました。フィットだいぶねおとなしい顔にはなっちゃったんですが、まあ親しみやすいデザインでだんだんね見慣れてきていいなと思っております。特にねこの色ねなんかほらなんか流行りの色ですよね。ちょっとメタリックではないんですけど、ちょっと若干グレーっぽいねブルーっぽいねおしゃれな感じしますよね。でこれねエブリゴーでお借りしてるんで免許証をタッチするだけでこれピッとね開くんですよね。いや本当ねエブリゴー家の近所にあったらね利用したいんですけど、ピットのハンドル周りいっぱいねボタンがついてて、ホームボタンを押すとほらいろいろ出てきます。オーディオとか電話とかナビゲーション、安全支援情報、これ何、ああこんなの出るんや。衝突軽減ブレーキ、あオンオフができるのね。こんなん絶対オンにしとかんとな。シンプル。おおシンプル。これねフィットが出てくるんですよね。パワーフロー、おーパワーフロー、今エンジンで、充電しておりますっていう感じですね。今ねエンジンかかってるんですよ。もうずっとねなんか充電してるっていう感じですね。で渡航距離ね、これあと今平均燃費 20.2kg ね。もうちょっと走れそうな気するな。これシェアカーなんで 20.2 やけど、実際はねもっと 25km ぐらい走るんじゃないですかね。で渡航可能距離は、あと 633km 走れるとね、クロスターの内装結構好きです。シックなんですよね。色目が結構シックなんで落ち着いた感じがします。ではこれナビね、ここでお借りしましたホンダカーズ大阪千里中央店、ここにねエブリゴーがあったんです。で決定と案内スタート。はい、では試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。後方確認よし。このねこのフィットのクロスター、ほらこういう段差のところをねなんかねすごいね簡単に行けるというかね躊躇なくググッと行ける感じですね。車高の低い車もねかっこいいんですけども、なんか気を使わない感じがしていいですね。すごいねやっぱ乗り慣れてくるとやっぱフィットってねいい車だなと思うんですよ。すごい、ね、気を使わなくてねいつでもどこでもね出ていけるぞという感じなんですよね。今回のね新しいフィットはちょっとねキビキビ感っていうのはなくなったんですが、その代わりねすごいねなんか誰でもいろんな人が乗りやすい車になったなという感じがしますね。今ねメーターの方にねナビ表記が出てます。こんな黄色でね左に曲がれという矢印が出てますね。ほらナビの方と連動しております。これすごい見やすい。はい、左方向を曲がります。ロールの感じもそんなにしない。足回り結構いいと思いますよ今回のフィット。
前のねフィットは結構ねガチガチだったんですよね。特にね私のフィットハイブリッド S パッケージはね結構足回り硬くてねガタガタってしたんですけど、今回のフィット3から4に変わってすごいねなんか上質な感じって言ったらいいんですかね。特にねこのクロスターはねちょっとさらにふわふわ感がねありますね。ふわふわ感あります。はい、右方向です。N ボックスがねホンダでは売れてるんですが、やはりね K なんですよね。やっぱりねこのフィットクラスになるとその差がねやっぱ歴然としてきますよね。 N ボックスがね悪いっていうわけじゃないんですが、やはりこのクラス感の差っていうのをだいぶこれでね乗るとね分かりますね。グッというね加速感はないんですが、ちょっとなんかゆとりも感じますね。まあ、この2モーター式ということで、まあ、ずっとね EV 走行が今できる感じで走ってます。やたら喋りますね。でなんといってもねこの内装がねやっぱり私の結構好きなデザインですね。なんか女性っぽくもないんですよ、男性っぽくもない、その中間的な感じなんですけど、すごいねなんかね乗っててね落ち着く感じですね。で特にこのクロスターのこの室内のこのグレーでちょっと統一されたねこのデザインがね結構やっぱいいなと、落ち着いていいなという感じがします。今日はねこちらエブリーゴーで4時まで借りてます。まあ、エブリーゴーねこの15分200円ということでね、かなりの格安で借りれるんですね。年会費とか入会費は無料ということで、免許証の IC チップの入ってる免許証さえあれば、まあ、それでねピッとしてね使えるもんで、すごい利便性がいいんですよね。まあ、ただねこのエブリーゴー、東京と大阪と今度九州にね新しくできたんですが、まあ、あまりね店舗数が少ないということなんですよね。コンパクトカーということで、まあ、こういうねちょっとした路地もねスイスイと走れますよね。この電信柱とかね多いところねやっぱ大きい車でねなかなか通りづらいですよね。すごい坂がすごいスイスイ走る、すごいスイスイ走る。あ、一回ねこれフィット乗った方、こういう坂道ね一回チャレンジしてみてください。坂道チャレンジすごい思いのほかアクセルねそんなに踏み込まなくてもスッとね走ります。これ私の免許証なんですけど、これをねここにタッチするとエネオスとウサビでガソリンが、入れます。今日ねフィットちゃん2時間半でしたけどありがとうございました。はい、というわけでやってまいりました。今日はですねこちらホンダフィットクロスターです。今日はですねこちらホンダのねシェアカーのエブリーゴーっていうのがあるんですね。そちらでね車をシェアしてレビューしようと思います。では早速外装の方を見てみましょう。ホンダのエブリーゴー、こんなのあるんですね。でもう新型のねフィットが借りれるということでちょっと来てみました。これねすごいのがね何にも本当にいらないんですよ。免許証、これ私の免許証なんですけど、これをねここにタッチすると、はい、今ロック解除しました。おお、すごい、これでもうね中に入れるんですね。熱っ、はい、お邪魔します。とりあえず、あ、これかキーボックス、これねこうか、熱いわ。とりあえずねちょっと灼熱なんで、オン、ちょっとクーラーガンガンにしときます。とりあえず、フィットのねクロスターということで、かわいいですよね新型フィット。フロントはね特に親しみやすい老若男女受け入れやすいデザインになってますよね。クロスターはこの辺のフロントのデザインがちょっと変わってますよね。結構ね実は樹脂感があるんですね。ちなみにヘッドライトはね下にポジションランプ、これ LED でつきます。これね結構かっこいいですね。横から見たらこんな感じです。いや、やっぱねちょっと車高が高くなってますよね。通常のフィットより30ミリ、高くなってるらしいですね。
で、タイヤもね、ちょっと太いかな。タイヤはね、185の 60R16 インチを履いております。やっぱね、60を履いてるんですね。ちょっと分厚くなってますね。で、クロスターはね、ここも特徴的ですよね。クロスター専用のフェンダーがついてるんですが、これもちょっと樹脂感が、否めない感じですね。で、このサイド面にも下の方にサイドガーニッシュが分厚くデザインされてますよね。で、この上にね、このキャリアが、つくんですね、クロスターはね。で、今回からね、このシャークフィンアンテナになりました。これね、全車種黒で統一されてますね。はい、後ろから見たらこんな感じです。いや、いいですよね、今度のフィットね。なんかすごい洗練されたデザインだなと思います。ちょっと後ろ開けてみましょう。おお、あ、こんなん入ってる。これね、なんかホンダの謎の箱が、これなんでしょうね。お、へえ、これ掃除道具が入ってるんや。ほら、掃除道具、コロコロとか、これウェットティッシュね。で、これシュッシュッと、あ、消臭スプレーか。最後ね、掃除して返しましょうね。はい、いかがでしたかね。ホンダフィットクロスター、ブリーグオーもね、家の近所にあればいいなと思いますけどね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでエブリーゴーでホンダフィットクロスターを借りてみたでした。じゃあね、バーイシュー。